はい、フレンドさんのね、リンネをまあね半分以下のちょっとした削りでゲットしました。はい、どうも、よかちぷにぷに、今回もやっていきます。12日目100ポイントゲット。今回はねちょっと緩めです。あのワイポイント配布があったからねちょっとやるの忘れてたんですけど、もうみんな普通終わってるかな。ランク S のみミッションがあったんでこれをねちょっと忘れずにやりたいなと思いますね。30から5の倍数でそうちゃんとやれば神必殺もらえるんでね、はい、ちゃんとクリアしたいなと思います。はい、じゃあやっていきましょう。でちょっとその前にね現在の状況を確認しますと、メインアカはね62回、リンネ9回終わってます。元気ドリンクねなんかねまだ普通にちょろっと助けとかするだけで落ちるんだよねという感じで2桁残ってます。10個って感じかな。一応ちょっと他の2アカウントもね軽くご紹介します。はい、これ2番目のアカウントでね、現在は54回で9回ね終わってます。元気のリンクがね14個も余ってますね。うん、まああんまり火力はなかったけど、はい、ちょっとゲットはできなかったけどね、はい、14個余ってるアカウントです。はい、じゃあ3番目いきましょう。はい、これ3番目のアカウントで現在は59回で、これはねまだね9終わってないんだよね。で元気ドリンク22個残ってます。豆犬神でいいのかな、ゲットということで、これねこのアカウント特攻ないんで特攻うるうしっとりしかないんだけど、これも落ちてるね元気ドリンクね。うん、という感じで43個ドロップかな全アカウント。はい、23個まで戻りました。まあ、これねこのアカウントはガシャが終わったら、ガシャ次のガシャイベントね、これが次が来ると思うんでこの次に来て、まあ、特攻出たら嬉しいなって感じでクリアして終わりたいなと思ってます。はい、じゃあ戻りましょう。はい、メインアカウント戻ってきたんですが、今回はねどうしようかな、勇ましで回ろうかなと思って、久々に光オロチなんか使っちゃおうかなと思います。まああとバフをできたら入れて、で私こいつがね確かなんかのファジキかなんかの時にすげえ技レベル上げたんで、まあなんか技レベル上がったやつとね、あと回復椿姫いるので、まあそれで適当に、あとバフだとこれか、生ハゲとかねあるといいですな。まああとサボりとかね、まあ、技レベル高いやつをまあ見繕ってね使うのがいいのかなと思います。 S ランク以下だってよければねこの轟獅子とか使いたいんだけど、 S ランクのみみたいな感じなんで今回は一応こんな感じでいこうと思います。まあこれはねこのアカウントは特攻なしでプリントショットクリアしたんだけど、うん、元気ドリンクは2、3、7、8、9を2個3個14個って感じでクリアしたな。2番目のアカウントはね、うん、特攻もブシニャンフューチャーありだったからすげえ簡単だったけどね、特攻ありなしでもなんか難易度があまりにも違すぎる。特攻がかなりちょっと黄色が多くて分かりづらいな俺には。なるべくピーバー行かずに倒したいんだけどな。多かった、これ倒せない、このグリフォンとやらを。2番目のアカウントはね7が2個8がなしで9が7個でね倒せちゃったもんね。今回だから元気ドリンクがかなり余ってて、じゃあ30突破、次35、こんなん大体適当にいくよね。30、最後のボスとあれだよね、隠しステージだけだよね。まあ今回隠しステージが勇ましなんで、どっちかっていうと
はい、魂制限あるよね。なのでいつもね椿姫が強いからさ、回復と攻撃だからね。うん、光を久々に使ってめっちゃ嬉しいな。カリオロチはね、映画にも出た素敵な妖怪ですよね。これで倒せないか。まあ、なるべくね、ちょっと結構やばいかもな、このメンバーで。ちょっと弱いね。あ、フィーバーいっちゃった。攻撃力アップを待ってばよかったな。攻撃力アップはもう1体あった方がいいかもしれないな。OK で第2関門突破でしょ。結構でもエスロンクミッションはたまにやってほしいね。そう、あんな紙経験チケットできるとね、楽ちんだからね。はい、じゃあどんどん行きましょう。次40でいいんだよな。40で、で一応隠しステージが最後だよね。44ボス、そして隠しステージで最後で40がね、隠しステージ解放は40で解放するのか。あ、違う、39だね。これは100万点だったね。39で100万スコア以上取ると解放されるっていう感じで、まあ、今回相手が不思議だからあれかな。ただもうあれなんだよね、フィーバー行かないと倒せなくなってきた感があるね。このポップン人生はね、映画を見たとき、映画見に行ってポップコーンもらえた人がゲットできたんですかな。今回の映画誰だったっけ、あれちゃったな。あ、今回のシンティーリアン。前回はあれだ、ポップンネコマとかね。さあ次はボス戦ですね。ボスいけるかね。勇ましっぱの弱点はヒットポイントが低いことなんだよね。なのでさあ行きましょう。ボス戦です。月の闇じゃなかった、日の光。今回そういえば特攻日の光は持ってないんだな、どのアカウントも。さあ行きましょう。本当にね、忘れずにクリアしましょう。コンティニューしちゃいけないんだよな、確かな。今回は隠しステージが確か勇ましい不気味なんかその辺だったよね。よいしょ。まあやればね、ただもらいみたいな感じじゃないですか。バフもう一体入れればよかったかな。よいしょ。うん、まあ、下手くそなりに全部受けましたね。28000倒せた。はい、というわけでボスまで来ましたね。やった、もうすぐお金が3万たどり着けますと。はい、じゃあラスト隠しステージで終わりにしましょう。勇まし不思議プリチー不気味ですね。タケノコにしてあげよう。最後一分でいくつ？3万。
さっきのボスよりでかい。よいしょ、グリフォン。まあイベント妖怪がな、結構とつってるか。あとは古い妖怪だよね。おお、倒せなかった。フィニッシュ。うん、という感じで、まあとってもじゃないけど、まあ技レベル割と自分の持ってる手持ちで高いのでやったから簡単に終わりましたが、まあね、そんなに難しくないと思いますんで、必ずね、私忘れてましたんで、忘れずにね、100ポイントとか神経験、神必殺かなりいいんでね、はい、ぜひゲットして、ゲットするの忘れずにやっときましょう。はい、じゃあすいません、今回こんな感じでした。明日がね、多分ラストチャンスガシャなのかな。復刻今回なかったね。うん、あ、今あれなんだ、特殊アップなんてあったんだ、そんなの知らなかったな。20、今日までなんだ。へえ、それは知らなんだ。まあいっか。はい、プニットショットキャンペーンとかもやってるんでね、これ日曜日までね、はい、ぜひしっかりゲットしましょう。私も3アカウント攻略あとは1個になっております。はい、じゃあすいません、それではまたお会いしましょう。さよなら。ね、よかった倒せて。